名古屋マンのお家で親子で楽しめる面白実験。今回は風でいろんなものを浮かばせちゃいます。家にいよう。今回使うのはお家にある風船です。あとガムテープも使います。まずお家にあるちょっと大きめな風船がいいです。これを膨らましてください。膨らますとこのぐらいになりますね、はい、あとはお家にあるドライヤーを使います。これは暖かくなったり冷たくなったりしますけれども、暑いと風船が溶けちゃうので、必ず冷たい空気が出るようにしてください。で、なるべく強い風が出るモードにしてください。ではこのドライヤーの風を下から風船に当てます。そうするとこんな感じで安定してプカ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 浮いてます。これをちょっと斜めにします。斜めにしても浮いてます。はい、では次はちっちゃな風船を8個ぐらい用意してください。で、ガムテープで、このぐらいに切ってこれをくるんと輪っか状にして両方つくようにしてもらって、風船と風船同士をくっつけます。で、こんな感じでリング状にしてください。風船の輪っかができます。で、これもドライヤーを使って下から上の方に向かって風を送ります。こんな感じでくる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 回ります。いつもより多く回ってますよ。風を上の方に向けるのがポイントです。こんな感じで回ります。はい、いつもより多く回りました。風船が回すためにはポイントは大きさを揃えておくこと、そしてバランスよくですね、まん丸にリング状になっていると回りやすいのでチャレンジしてみてください。今日は風船をやりましたけれども、風船以外にもお家にある軽いもの、例えばピンポン玉とか、あとは発泡スチロールのお椀だとか、そういうものでこんな感じで底がですね丸くなっているようなものが浮かびやすいと思うので、ぜひお家にあるもの、どんなものがドライヤーで浮かぶのかチャレンジしてみてください。